ども IS120% の男ブス島です。電撃ナス2モアセクシー実況プレイやっていきたいかと思います。はい、なんか怪しい人出てきました。まあドクタータコでね、というかある山に住むおじいさんでできてちょっと笑いましたけどまあ続きを続けていきましょう。どれ、塩師匠のパー、どうして忙しい時に限って変なのが来るんだ。あー、効果音ですか。はい、まあまあまあいいでしょう。 見かけないセールスレディーだ。今いないですよね。なんか訪問販売って昔になんかおつまみとかよく売られたことありましたけど、まあ食うだけ食って追い返してましたけどね。はい、まあ保険屋のおばちゃんでもないし、ヤクルトとかだから言っちゃダメでしょこの辺。まあまあまあさすが90年代すげえなおばちゃんでも、まあおばさんではないね。うん、どれ、今忙しいから他を回ってくれよ。そうなん、うん、そないに連れのおせんとい、いやーやっぱり読みずれせっかくセールスはお断りだ、とにかくセールスはお断りだ、帰って帰って、お客さん損しません、んしませんという、別に買わなきゃ損なんてしないよ。あ、ごもっともだけど、そもそもこれ病院内に入ってきていいのか。あかんな、関東のお客さんはノリが悪くてとにかく忙しいの、早く出てってくれ。ねえねえ、どんなもの売ってるの。おっと、早速引っかかってバカがいますよ、ポンコツおい、キララ、いいじゃない、タンちゃん仕事してれば、じゃあ静かにやってくれよな。もうほんとブツ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 と、ねえ静かにしてよ、商談中なんだから。商談中ってこれ言うのかもうこうですね。まあアクション、机に向かって手紙を書くことにした。そうか、手紙書いてたんだな。うん、書き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 というかね、それもそうなんですけど、グラフィックやっぱいいねねえ、何売ってるの。よくぞ聞いてくれましたお客さん、本日の目玉商品、大阪までの新幹線往復乗車券、なんと5割引きの格安です。おい、うるさいぞ。 This is a pen。 うわ、間違えた何なんだよブツブツと。まあ同じか、これはアクションか。俺は精神を集中して書くことにした、カキカキと。あ、これ同じですね。ん、これなんかどうだ、どんな男でもクラクラ、脳さチアガール服やで。あ、うん、悪くないね。今ならボンボン付き激安な割引やで。おい、頼むから、もっと小さな声でやってくれ、超難しい仕事してんだっつおで、これが、ん、これなんかどないだ、こんな時代やからこそ安売るオタク女子高生女子高生変装セット爆安9割引きや。まあ要はコスプレってことね。で、人の話を聞いてんのか、表でやれ、ここから出てけ。ごめんなさい、あの人英語は全然できなくて悩んで気が立ってんの。格安な駅前英会話教室の受講券もありますぜ。ノープロブレム、出てけしょうがないわね、表でいろいろ見せてくれるかな。最適か、ほならそうしましょう。いやー、やっぱりブス島ずっと関東の方なんで、やっぱ関西弁って読むの難しいなほえほえな女っていう風になってますね。ゲラウエーって、ゲラウエーって何試合前日大阪、秋葉原博士は所用のため試合当日、黒子とナミちゃんと共に球場入りすることになったと。そのためタンチとカナコだけが前日から大阪入りすることになったのだが、ちょっと嫌な予感してきましたけど、まあ一応全年齢対象のね商品でございますので、これね安心してブス島も実況ができるというもんでございますね。これはね、若い2人に果たして間違いはない、だからそれをねすごく心配してるんですよ。てか覆面ナレーターねキララ、キララはおとなしく留守番のはずであるあら、ちょっと可愛いですね。おっとおっと、ツッコミどころ満載な感じのまた絵が出てまいりましたね。ちょっとまあこれに一番最初ツッコみたかったんだけど、こっちにブス島ツッコみたいっすねあとねこれね
なんか微妙に違うけど面白いな、これやっぱセンスあるな、やっぱり電撃ナースやっぱ最高だねこのゲームね、うん。とりあえず話していこう。あ、このボーダーシャツの T シャツね、ボーダーのシャツの T シャツっていうとある歌を思い出しますけどね、うん。もうあれマジで切れる5秒前だっけ。そんな感じだったな歌詞がね。大阪は日本で2番目に大きい都市である。主要産業は漫才、野球、食い物や、え、そうだよ、あ、でも合ってるのはどうなんだろう、漫才っていうかお笑いでしょう。あ、でもまあいいか。伝統工芸品としてはハリセン等が有名で、いやそれはちょっと違うと思うぞ。うん、俺って博識、いやキャンチお前はちょっと違うぞ。どれどれ、まあちょっと面白いなツッコミどころ満載だな、本当にこれ面白すぎる。っていうか後ろのブルマがすんげー笑えんだけどな、なんか妙な看板が乱立している。さすがサイバーパンクシティ大阪である。サイバーパンクシティなのか。まあまあまあいいかいいか。ふう、やっついたな。かなこちゃんは疲れてない。これあれがナンパ橋か、うん、だよな多分な、うん。ふう、やっとついたな。かなこちゃん疲れてない。いえ全然疲れてません。ほう、人通りが多い。いかに人口の半分が漫才師の大阪とはいえこれ違うだろう。っていうかツッコミ入れられるぞこんなの、今言ったらすんげえなんか叩かれそうだな。変なことをするのはやめた方がいいだろう、うん。ホテルのチェックインにはまだ時間がある。せっかく大阪へ来たんだ、少し大阪見物をしていこう。いや武須島なんかね出張なんかに行ったらもう速攻ねホテル行って寝たいですね。もう、うん、本当に疲れてないの。だって新幹線の中でガーガー寝てたじゃない。ええそうでしたっけ。ま、仕事の疲れをゆっくり癒すといいよ。はい、そうですね。うふ。さて、ホテルに行く前に少し大阪見物でもしようか。うわ、嬉しいな。何デートしてんの？うん。どこ行きましょうか？どこ行きたい？ナンバー花月。お笑いですか。うん、まだ時間がある。うん。まあ、この辺はあるか。ナンバー花月っていうね。なんか、花月っていうラーメン屋さん好きだったな、そういえば。うん、まあ、この辺は同じですね。かなこちゃんは青のボーダーのカットソーにスリムのブルージーンズという軽装だが、なかなかボディラインが強調されている。なかなかスタイルいいですね。日本一に能天気な街でそういう格好をしているのは非常に危ない。大阪名物ヤンキー軍団に絡まれなければいいが、さすが90年代ですね。うん、よいしょ。大阪って不良が多いんですよね。大阪人の半分が不良で半分が漫才師だという話だ。これ絶対今なんかこんなこと言ったら本当すごいことになりそうだなこれな。本当ですか。全員がタイガースファンだって話は聞いたことありますけど、まあ大阪の不良もいろいろあってね、 40% がヤンキーで 30% がチーマー、 20% がパンクスだって話だって。違うよ、全然違うだろう。いやだ、かなこ絡まれてカツアゲされて、あんなことやこんなことされたらどうしよう。大丈夫だよ、俺がついてるからそんなことにはならないよ。えへへ、こいつらバカップル、カップルではねえけどバカだな。ちょっと腹立ってきたぞ、なんかゾク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 と。どうしたんですか、急に震えたりして。いや、なんでもない。こいつがすごくね気になりますね。まあそのままだと思いますけどね。あのほらさっきなんか購入しねあったと思いますけど、あのオタク女子高生っていうあれなんじゃねえのこれ。違うのかな。うん、かなこちゃんは大阪は初めてだがしっかりエスコートしてやるのが男の務めというもんだと。誰かが冷たい目線で俺を見ているような気がする。キョロキョロキョロッピー。こういうところに入れてくるね。うん、女子中学生と漫才師のカップルやタイガースファンのパンクス、包丁一本さらしに巻いて歩く男、いや完全銃刀法違反だろ。特に変わったやつはいないよ。いや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 、いるだろ、ここにいるだろもろな。うん、ゾワー、さっきからどうしたんです。いや今誰かに睨まれたような気がして。きっと時差ボケですよ。ないだろ、そうかな。何か背中に電撃を感じたような気がするんだけど。
そうだ、きっとお腹が空いてるせいです。うん、そういえば腹が減ったな。やっぱり大阪の食べ物といえばたこ焼き。まあそれは間違いじゃねえな。よし、たこ焼きを食べに行こう。あ、いいです、たこ焼き食いねえな。おっとおっとこれほんと面白えな。絵見てるだけで笑えるもんなこれどっからツッコミ入れようかボンジョルマドマザル&ムッシュムラムラっていうか、ちょっとちょっとって感じだね。ミーのたこ焼きトレビアンやねん。ザマスザンスかちょっとこれよし、今回はちょっとツッコミ入れるのやめとくか。いやいやいや、入れたいけどちょっとこれBGM もいいしな、笑えんな。変なたこ焼き屋ま、大阪だからな、何があってもおかしくはないか。いやこれほんと笑えるなすいません、ブズ島一人で楽しんでおります。金髪に青い目のたこ焼き屋だ。決してパンクスやメタルの連中ではない、正真正銘の金髪のたこ焼き屋である。外国人労働者が増えるのは知っているが、たこ焼き業界まで進出してるとは。うーむ、外国人労働者、あのドリッカー私ここでいいかな、かのこちゃん。じゃん、へ、どうした。俺はたこ焼きの屋の前、たこ焼き屋の髪を引っ張ってみた。何すんねんドアホア、コマンタレブ。どうやらカツラではないような、とんでもないことすんな。まだたこ焼きを買っていない。変なたこ焼き屋、まあ大阪だからとさっき言ったやつで、この辺もそうですね。話すか、よいしょ。かなこちゃんどうしたの。じゃん、あ、同じだ。じゃん、あなたジャンプして、んあなたジャンでしょ。ジャンってこいつのことテキストでこういう表現か、面白いな本当に。ノンノン、マードマーザル、ミーはなにわのたこ焼き屋です。んでんねんざんす、難しいな。嘘、その瞳、どこまでも澄み切ったその青い瞳。知り合いか、知り合いなのか、同じこと言っちゃったよ。たこ焼き買わへんのかいなざんす。いや読みづれ、ちょっとネクロノミコン以降だな、ここまで読みにくいのな。うん、どうしよう、これは同じか。シンクで、かなこちゃんはこの変態たこ焼き屋、いやこの男のことを知っているのか。そういえばこの男、さっきから口調がフランス人のようだ。ザマスザンス、それ違うだろう。あの中国人のやつなんとかあるってなるけど、そんなやつ俺中国人で見たことねえぞ、うん、で実際に中国人にそれ言ったら、そんなこと言わねえよって言われましたからね。怒られたよ、うん、男はかなこちゃんを無視して慣れた手つきでたこ焼きを焼き続けている。かなこちゃんは男の顔をじっと見つめている。まあ話すか、かなこちゃんどうしたんだよ。じゃあ一体何してたのよ、急にいなくなったりして。ガッダー、うるさい女やな、人違い言うてんねんやろ。じゃん、買わへんのやったらあっち行ってくれざんす、商売のスーパー邪魔やねんざんす読みずれー、あー知らない、あーどこしちゃった、よいしょ。俺はよくわからないが、ここで押し問答していてもラーチが開かないし、商売の邪魔をしているとしか思えない。まあそうですね、まだ見て、今日のところはおとなしくたこ焼きを買って帰るのがいいだろう。ん、柱の陰の女子高生が立ってるぞ、このたこ焼き屋のファンなんだろうか。いやーどう見ても、まあいや突っ込むのやめとこう。まあそんなことどうでもいいことだ。たこ焼き10個300円か、安いな。ごっつうまいって書いてんだろ、いいね。エスカルゴ焼き、トレビアーンってなんだよ。あ、フランスの味、エスカルゴ焼き、トレビアーンなんかそういえばたこ焼きのパッケージもなんかオフランスになってますね。もうなんかところどころオフランスがこうありますけど、しかもこういうね、今お守りしてこう腹巻きしてトラさんスタイルって見たことねえな。いねえか、俺をまた引っ張っちゃったよ。よいしょ、かなこちゃん、訳は知らないけど人違いみたいだよと。かなこちゃん、同じか。かなこちゃんは悲しそうな顔で男を見ている。なんとかしてやりたいが何ともならない。今日はおとなしくたこ焼きを、あ同じか、
うん、これは同じムーブかな。これかなこちゃん行こうか。タンチ先生まだたこ焼き買ってないわ。あ、そこ突っ込むのね。うん、じゃあちょっと買いましょう買いましょう。買うのか買わへんのかどないすんねん、はっきりせえや。あ、すいません、じゃあ2つもらおうかな。お気に入りメルシーチェロシー、あなたにもあげた。バカ不意に来るなこの辺。ちょうどね、ブス島の横チェルシー置いてあるから笑っちゃったよ俺さあ行こうか、かなこちゃん。うんところどころ入れてくんな。こう、あー、なんかこれあのすいません、もう笑いが止まんなくなってくるなこれ気をすくっていうのはいいんですけど、ちょっと後でちょっとね言いますけど、やれやれ、やっと目的地に着いたなと、うん、そうですね、はい、この落書きコーナーのここね、ここをね、やっぱりマニアックな方はね分かると思いますけど、これですよ最初に目に飛び込んできたの。あの、ちなみにこのソフトはカクテルソフトさんのソフトになります。これは、はい、そこまず忘れないようにしておいてくださいね。で、これってどう見てもだよなこれいや、このキャラだけだったらまだうんって言ったけど、もう完全これとこれなんで、もういや、この頃ってやっぱいいな作品もう真っ先にこれ目飛び込んできたもんな。で、これはなんだ、USSR ロシアってなんだっけこれ。なんかもうツッコミをどこから入れていいか分かんなくなってくるし、もうこの辺なんかもうすいません、コメントなんか見落としいっぱいあると思うんで、どしどしコメント書いて教えてくださいブス島めにもう一人じゃどうしようもねえわこれ。まあとりあえず行きましょう。今夜俺たちが泊まるホテルはこの駅のそばにある天満橋でいいんだよな、天満橋サンバレーススペシャルデラックスホテルという長ったらしい名前のホテルである。うん、確かに長いね、はい、ルック、ここは大阪の天満橋駅である。違うという意見もあるが、俺には天満橋駅にしか見えないのだ。ああまあまあまあ、そこら辺はいいや。かなこちゃん、さっきから元気ないね。そうかしら。うん、同じか。これはアクション、俺はかなこちゃんを元気づけるためにギャグを一発かますことにした。なんだ、大阪名物パチパチパーンチって、いや最近見ねえなこれ。まあ今ちょっとね、その関西の方は全然行かなくなっちゃったからあれですけど、昔よく見たんだけどな。ゲラ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 、キヨスクのお姉さんが笑っておりますね。関係ない人から笑いを取ったようだ、うん、駅に着いたばかりだ、とりあえず一服するのだ。この駅構内は終日禁煙になりましたよ。うう、嫌な世の中になったもんだ。令和現在なんかね、どこも吸えませんからね、ほとんどね、うん、よいしょ、まあパチパチパンチと。かなこちゃん、さっきから元気ないね。そうかしら、同じか。かなこちゃんはまださっきのたこ焼き屋のことを考えているようだ。もう少し元気を出してくれないと明日の試合のことが心配になってくる。うん、そうですね、これは一緒ですね。ちょっと話していきましょう。かなこちゃん、もっと元気出さないと明日の試合で勝てないぞ。大丈夫ですよ。いや全然元気ねえけどな、うん、よいしょ、あ、同じ、よいしょ、シンク。この辺りは大阪でも特に危ない人間が多いところだ。なんでも鬼畜集団が毎夜徘徊しているらしいって。どう見ても鬼畜集団とこの左上のね、落書きコーナーのこの絵見ると、もうなんかそうですね、名前は言いませんけど、まあちょっと意味合い違うかもしれないですけど、槍って感じですよねというわけで、さっさとホテルに行くに限ると。移動、じゃあかなこちゃんホテルへ行こうか。いやらしいなこれだけ見ると。天満橋サンバレースペシャルデラックス、スペシャルデラックスホテルですね。博士にしてはなかなか立派そうなホテルを取ったようだなと。で、ホテルはここから近いのかしら。さあ場所知らないんですか。しまった、電話番号を聞くのを忘れた。こいつもポンコツだな。よいしょ、どっかに案内板はないかな。ウーム、あるのは落書きボードだけか。落書きボード突っ込み入れて、やっぱりホテルの場所、そこの売店で聞きましょうか。いや待て、むやみに大阪人に話すとギャグをかまされるぞいやこれ怒られるぞ本当に。
そうなんですか、コワヒー。怒られるよこれ。よいしょ。どっかで見たような落書きボードだな。はい、うん、落書きボード自体そうっすね。うん、まあ男は、まあ、全国的には流行りなんだろうなと。ドッスン、なんか揺れましたね。これ分かりやすいな。あ、すいません。はい、いや、こちらこそ。ぼーっとしてたから。ん、あなたどっかで会ったことない？そうですか。うん、会ったことめちゃくちゃありますねこれね。あれ、大阪の子じゃないんだ。そんなことおまへんでんね。うち地元バリバリの大阪生まれだからやね。ちょっと違うだろうこれ。ちょっと、大阪の女子高生はみんなヤンキーかと思っていたんだが、オタク系がいるとは勉強不足だ、反省。はい、ということでですね、なんか今回めちゃくちゃ読みづらくてカミカミでございましたが、とりあえずここで一旦動画を止めさせていただきたいかと思います。いやー、ツッコミどころ満載でいいっすね。はい、ということで、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。なんか雰囲気出まくりいいな。ヤンキーだよヤンキー。おっと、ヤンキー理論来ましたね。ヤンキー理論ですよこれ。結構あれですね、いいじゃないですか。なんかみんなすくみぞの中一人だけビキニ。馬乗りパンチ、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 馬乗りパンチ。男塾名物観覧車じゃねえかよもろ。あ、なんかやっぱ出してきたぞ光も。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。